中心蔵元禄十五年1702年の12月14日のことまだ空も暗い大雪の降る中」。 本所松坂町のある邸宅に物々しい音が響いた事の発端は前年1701年の3月14日江戸城松の廊下において幕府の儀礼を司る公家という役職にあった吉良皇助の助が赤穂城主浅野匠の神に斬りつけられたことによる 将軍の御在所江戸城で起こったこの事件は時の将軍徳川綱吉を大いに激怒させ即刻裁定が下されたすなわち翌日浅野の匠の神は切腹の処分と相なったのであったさらに赤穂藩浅野家はお家断絶と決まったのであったその翌日 浅野匠の神は預けられた先の田村家において腹を切って果てたそれから四日後この事件は残された浅野家家臣に知らされたこのことにおいて誰一人原因が分からず浅野家家中はひっくり返したような大騒ぎとなったのだった主家を失いこの先路頭に舞うこととなった浪子たちは 非常で一方的な幕府の裁定に大いに不満を持ち表情では「籠城して戦うべし!」「殿に批じて皆で腹を切ろう」「殿が切りつけたキラを我らが手に置いて討ち取ろうそれこそ武士があるべき姿ぞ!」といった意見が出たのであったしかし筆頭家老の大石蔵之助は 匠の神様は亡くなられどもその嫡男大学様はまだご健在に負わせられる我らが今なすべきはお家を守るためこれを再興することにあるのではなかろうかとこんこんと説威した蔵之助の言い分にも不満の声はあったのだがお咎めなしの小助之助にも適当な処分を求める ということで結局お家最高のためにここは穏便に退場することに決まったのだったその後間もなく京を山科に移り住んだ蔵之助は将軍綱吉にゆかりのある御仁に働きかけさらに蔵之助のいとこである大垣藩主戸田氏定にも協力を要請するその内容は浅野家の再興はもちろん香月之助の出資をやめさせるといった 助之介自身への処分の適用であったしかし赤穂浪士たちの嘆願は聞き入れられずにいたのであったそんな中浪士たちは敵である浩介の助が会津上杉家の養子となっている息子に引き取られる話を聞き及び大いに動揺したのであったご家老どうなさるおつもりぞ 月介介が合図に引き取られたら処分はおろか敵討ちすらおぶつかぬぞ我らが願いが抗議に聞き届けられぬというのであれば光月介介が江戸におるうちにこれを打って御主君の仇を晴らすべしと老子たちは主張した蔵之介の一年数か月に及ぶ運動はしかし成果を結ばなかった浅野家の着死大学は 広島の浅野本家の預かり処分と決定したのだったつまり阿公浅野家の最高の願いはここに継いえたのであった蔵之助は老子たちを招集して事の次第を伝えた後次のような決意を語った「我らが強く望んだ浅野家の最高を」 そして光月の助けへの公平な処分はどちらもついに聞き届けられなかったかくなる上はキラテに打ち入りゴシ君の恨みを晴らし我らアコー氏の面目を立てるべし皆はどう思うか聞かせてほしいしかし当初あだ打ちを叫んでいた者もこの頃になると気代わりしていた者もあり打ち入りに参加する意思を固めたのは 140名の家臣のうちわずか50名程度であった仇討ちを希望する50名は江戸に拠点を移しキラテ邸の周囲の偵察や情報の収集を開始した何より大事なことは上野介を確実に討ち取ることそのため上野介が在宅を間違いなく掴んでおくことであった そしていよいよその日が来たのだ12月14日くしくもこの匠の神の命日に平手イで茶会が開かれることを掴んだ赤穂浪士たちはこの日に結婚することと決めた当日朝4時のことであった。 竹を押しつぶすような音が辺りに響いたかと思うと表と裏に分かれ門票を打ち壊した老士たちは一気火星にキラテイに飛び込んだ士気の高く準備を整えて事に臨んだ老士たちは瞬く間にキラテイを制圧ところが肝心の小助之助が見当たらない時は着々と過ぎてゆく空は次第に明るみを増し 周囲の人たちが目覚める気配も感じられる長引くといけない新手の火星が来れば事態はどう転ぶかわからない何より抗議が軍を出動させればたった47人の老士たちはあっという間に制圧されるであろう老士たちは広い平邸をくまなく捜索したが神津家の助の行方は用として知れなかった 無念じゃうち損じたかいよいよ絶望を仕掛けたところ台所そばの隅小屋からかすかな人の声が聞こえた老師の一人が扉を蹴破ると中から数名の侍が刀を持って飛び出してきた これを打ち倒しさらに小屋の中を捜索すると人の気配があったので老士の一人が槍でつくと手応えがあったさらに別の老士が飛び込んで人たちを浴びせるとそれはまさしく人であったので外に引きずり出したのであったこれがまさしく主君の仇と探し求めた吉良幸助助その人であった 見事敵を討った浪士たちは男泣きに泣いたその声は市中に響き渡ったというこのあと浪士たちは主君の母前に仇討ちの成功を報告したそして抗議には事のあらますと「ご抗議の処分を我ら誰一人拭ることなく待つ」と伝えたのであったこの話は江戸中で話題となり 老子たちの忠義に感動した将軍綱吉は「あっぱれ!」とこれを評価したしかし一部の幕僚の「人場の沙汰で切腹した浅野の匠みの足達のは法に照らせば許されざることであれば老師たちの行いは抗議として認めるわけにはいかぬであろう」との意見が認められ四十七人の老師たちは 漏れなく切腹の運命をたどるのであったその後将軍綱吉の死後匠神嫡男の浅野大学は旗本に取り立てられお家再興を果たしたのであったこの時老士たちの祝願は見事成就したのであったおしまい